は俺ちゃんです、大台です。これよりヒーローズ第6戦誰でもウェルカムなガチクラスの模様をお送りいたします。さあどうかな、今日はスタートがずっと調子悪かったけども、あ、ダメだこれは。何してんだよ、何してんだよ。あーもう本当この日スタート何にも決まんねえな。マジか、こんなに決まらないもんですか。やーべえ。うおー、ちょっと待って、えらいことになってる、スタート直後から怖い。すでにもう怖くなってきたこのレース。さあガチクラスは、フルサイズ、ミニモト、クラス、全て何も関係なくやりてえやつが出ればいいじゃんクラスなので、だいたいエキパとジュニアが出てますね。で、今回ミドルクラスからも何台か参加してるような感じです。そう、俺の目の前にいる、モフトップさんもまさしくミドルクラスから。ミドルクラス、もうあの人ね、俺に何回も勝ってんだからジュニアでもいいんだよこの人は。でもミドルクラス出てますね。クラス分け警察としてはね、許しがたいですね。そんなわけで、このクラスは誰でもウェルカムなので、興味がある方は出ればいいんじゃないの。出ればいいんじゃないのっていうのをさ、このクラスは普通プラス1000円でエントリー費プラス1000円で、終わった終わった、俺のガチクラス終わった。せっかくこれからモップトップさんをして やってやろうと思ったのに、どうして。あー、フロントホイールこれ曲がってますね、まっすぐ進みませんわ。あー、ダメですね、フープスでフロントホイールブルブルいってる。終わりました。あー、ラップタイム1分7秒だってさ、7秒、ここでもう10秒近くロストしてますね。そしてフロントホイールは曲がってしまった。まだレース始まって全然時間経ってないのに、3分の1も経ってないのに、厳しい。さあ、こんなガチクラスに前にいるのは、これあれだよね、 YZ85 じゃなくてこう TTR125 かなんかだよね、ホーストのミニモトです。あ、こっち見た、このラインがえぐい、ラインがえぐい、何そのライン、何そのライン、あ、何そのライン、すごいライン取りしてるこの人、すげえな。まあ、テープと杭がない以上どこ走ってもいいので、あー、そういうラインがあるのね。あ、ここは、ここは、よし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 、やっぱね、マシンパワーがここはね、ものを言うわけですよ。あー、危ねえよ、あー、危ない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 、今アウトからまっくりにかかってきた。いくらフロントホイールが曲がっててコーナリングがうんこだからって、そんな TTR125 に簡単にコーナリングパスされたら、俺のプライドがさすがに涙を流す。危ないよ、危ないよ。あ、こんなガチクラスにね、ミニモトで参加し、あのファンバイクで来ようなんていうのはね、もうね、困ったおじさんに決まってるんだから、もうまともなレーサー乗らせたら絶対完全にバチクソ速いんだからさ、もうそういうのに飽きちゃって、もう俺普通のレースは飽きちゃったから、トレイルバイクみたいなやつとかファンバイクで遊ぶわみたいなね、そういう人だから。お、 57.5 出てるじゃん俺、すげえ、 57.5、 よくフロントホイールが曲がってんのにこんなタイム出してんな俺、頑張ってんな。あ、ベストの状態だったら56秒入ってたんじゃねえかこれ、ほんと大変だったんだからこれ。バイクは曲がんねえわ、フープスでフロントがブルブル言い出すわ。あのね、わりかし本当に俺ちょっとこけたら嫌だなって思うような、こう不安なフロント周りでしたね。さあ完全に一人ぼっちになってしまいましたけども、
とはいえこの時点で若干の、希望がありまして、さっきまで前走ったモップトップさんはヒート2でなんか調子悪くて59秒台で走ったんですよ。なのでガチクラスもそんな感じであればなんとかね追いつけんじゃねえかなと俺思うんだよね。そんな風に、あ、俺も59秒台じゃねえかよ。あ、これダメなパターンだ、ダメなパターンだ、このまま一人ぼっちのパターンだこれ、すれー。あ、後ろからなんか通走の音が、あー簡単に抜かれた。あれオープニングラップで砕け散った人の一人かな。結構派手に砕け散ってましたけど、すげえな、元気だな。俺あんな砕け散り方したらちょっともうどうにもならなくなって涙を流してますけど、いやでもこの人にちょっとでもついていこうという気持ちで走ればまだまだなんとか奇跡が起こるかもしれない、どっかに追いつくかもしれない。頑張っていきたいところですけども、早いな、フープスで離されるな。フープス前の左コーナーがこの日やっぱ決まらなくて、58.4 か、 58.4 か、57は出ないか、57秒出ないとこれ前追いつかないよね。レース時間はすでに半分を超えているので、そろそろ、あ、でも見えてきた、見えてきた、見えてきた、よし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 、モップトップさん見えてきたよ、よし見えてきたよ、前が見えてくればやる気も出るっていうもんですよ。頑張ります頑張ります、よし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 よ、あんな1周目でしょぼいボテコケをしなければ、あれ完全に邪念でやらかしましたね。お前にいるモップトップさんをね、なんとかなんとかしてやろうと思ったらね、あのざまでしたよ。さあなんとかモップトップさんが射程圏内に見えてきたんじゃないでしょうか。ラップタイム 58.45、 あ、よしよし、このままこのまま追いつくな、この1周で追いつくな、この1周を油断せずに58秒前半とかで回れれば追いつける、追いついた後に何か何かすればなんとかなんだろう。なんだそれ、雑な考えは。あ、でもあれですね、さっき俺を抜いてた速い人も言うほど前にいてですね、多分マシンがちょっとおかしいか怪我したじゃねえか、出なかったらもっとすぐいなくなるはずだもんな。まあそんなことはいいよ、そんな速い人の話はいいんだよ。俺はこのモップトップさんをとりあえずこのレースで倒せればよしとしたい。もうほんとずっと公式戦で負けっぱなしだからな。さあこのラップタイムは 58.05、 なかなか頑張ってるけども言うほど追いつかなかったな。だいぶ近づいてきてはいるんですけれども、ちょっとこれ攻めきれねえパターンだなこれ。隙がないな、完全にインを塞いでますね。でここもやっぱイン塞ぐでしょ、で次もイン塞ぐでしょ、これは厳しいな、次もインを塞ぐでしょ。なんとか隙を見せるのはどこかな、これ。さあ BGM を変えてこっからね猛追していこうと思います。レースはもう8分ぐらい過ぎてる、あと1周か2周しかないですね。なんとかやっていきたいところですが、まだ L1 は出てない。おー、これはトップだな、周回遅れされました、周回遅れされたな。あ、すげえ、え、そんな抜き方あるの、それ抜けるのマジかよ、あそこから一気にバッツリ抜けんだな。あー、俺も抜きたいです。ここイン無理だな、無理だな、向こうがミスをしない限りあそこでインは抜けないので、分かりました分かりました。おそらくでも向こうも、ね、あのモップトップさんもだいぶ走りねキレがなくなってきているので、でかつ今インを塞ぐことしかあの人考えてないから、アウトからまくることをね
ちょっと次の週でやってやろうと思います。ちゃんと作戦を立ててやっていこうと思います。まずはここでなるべく追いついて、まず1コーナーです。さあ相手はちょっとイン側を意識しているはずなので、アウト側からまず並びたい。アウト側から、並んで、ここはインベタ、インいけなかった。俺がインにつけない。フロントホイールが曲がらない。フロントホイール歪んでる。でここで並んでアウトからまくる。よしよしよし、こっからや、こっからや、これや、これだーくダメだった。もうダメ。作戦は完全にハマってたのに、俺の覚悟が足りなかった。もっと覚悟を決めてアウトからバシッと、ちょっと様相が上がってしまった。俺のバカ。作戦は完全に勝ってたのに俺の覚悟が足りなかった。もう泣くわ、もう泣く、分かった、もう泣く。この動画がすごく良かったって思ったら、動画右下のサンクスボタンから投げ銭で応援をなしゃす。